マイアミ・マーリンズはメジャーリーグベースボールナショナルリーグ東地区所属のプロ野球チームでフロリダ州マイアミにあるローンデッポパークを本拠地としていて MLB に所属するチームで最南端に位置する。MLB の球団拡張政策により1993年にコロラドロッキーズと共に誕生。歴史はまだそれほど長くないがこれまで ワールドシリーズ2997年2003年に進出していずれも世界一に輝いている。しかし1997年2005年2012年2017年とわずか20年ほどの間に4回ものファイヤーセールを決行しており、このことからスター選手を放出することで解体と再構築を繰り返してきた球団スター選手の切り売りが 悪しき伝統と評されている。実際、ファイヤーセールで放出した選手は、ゲイリー・シェフィールド、ジョシュベケット、ホセルエース、ジャンカルロ・スタントンなど、その時々での球界を代表する選手が多く、名を連ねている。これが、ファンが、チームに対して愛着が持てず、地元の人気を得られない原因と指摘されている。マーリンズの形状利益は、MLB39 弾のうち1位である。 これは、市場は小さいが、選手へ払う年俸も安い、さらに総年俸が安いために、MLB から支給される、レベニューシェアリングや、贅沢税の分配金を多く獲得できるからである。マーメイズというチアリーディングチームがある。これは、MLB 球団では、唯一の存在である。また新たに、マナティーズという太った男たちによる応援団も結成された。また、 北海道を拠点にしている社会人野球のクラブチームトランシスと業務提携をしている。NFL マイアミドルフィンズのオーナーを務めるウェイン、ハイゼンガーがマイアミは野球のキャンプ地にはなるがホームチームがないのはいかがなものかとして1993年にフロリダ・マーリンズの球団名で誕生した。1年目は観客動員数300万人を達成。 西武ライオンズで5番を打っていたオレステス・デストラーデが加入している。しかし、翌年以降早くも客足が遠のく。このため1995年より FA 市場にも積極的に乗り出して選手の補強に努める。その結果、総年俸が膨れ上がり球団経営を圧迫。このため、ハイゼン側はマーリンズ専用の新球場の建設を地元自治体に求め、 要求が聞き入れられない場合は、見売りすることも公言していた。監督に、ジムリーランドを迎えた創設5年目の1997年、ワイルドカードでプレーオフに進出。クリーブランド・インディアンスを破り、ワールドシリーズを制覇して、世界一を達成する。しかし、ハイゼン側は1997年シーズン途中で、見売りを決定していた。チームは、ワールドシリーズ制覇後、 シーズン終了後に、エース格のケビン・ブラウン、抑えのロブネン、主力打者のモイゼス・アルーなどを、翌1998年シーズン途中には、チームの主力打者であるゲイリー・シェフィールド、ボビー・ボニーヤを、次々と放出する、ファイヤーセールを行う。このため総年俸は1997年の5300万ドルから1300万ドルにまで、激減させた。若手中心のチーム作りを目論んだが、 1998年には54勝108敗で最下位に転落した。1999年より投資家として成功していたジョン・ W ・ヘンリーがチームを買収し、マーリンズのオーナーとなる。ヘンリーは旧来的な考えが根強いアメリカ球界で、セーバー・マトリクスに基づいた合理的な球団運営を行えば成功できると考えていたが、 球団の実情はヘンリーが想像していた以上に深刻だった。そのため早くも身売りを目くろむ。2002年、オーナーのヘンリーは、ボストンレッドソックスに乗り換えるべく、モントリオールエクスポズのオーナーだった、ジェフリー・ローリアが買うという球団の三角売買が行われた。その結果、球団創設時から GM を務めたデーブ・ドンブロースキーも放出され、GM 以下、スタッフは、 エクスポズのメンバーで締められることになった。選手もティムレインズ親子が入団。2001年9月からはエクスポズから移籍したラリー・ベインフェストが球団共同代表に就任し、エクスポズ色の強いチームになった。2003年はシーズン途中から監督に就任したジャック・マキーオンの下ワイルドカードでプレーオフへ進出してリーグ優勝を達成。 ワールドシリーズではニューヨークヤンキースを4勝2敗で破り2度目の世界1に輝く。しかしこの時も直後のオフシーズンでデレクリーをトレードへ放出するなど主力選出の放出 FA 遺跡が相次いだ。2005年シーズン終了後に監督のマキーオンが退任カルロス・デルガド、フワンピエール、ジョシュ・ベケットなど主力選手のほとんどをトレードで放出する2回目の ファイヤーセールを観光して残った主力はミゲル・カブレラ、ドントレル・ウィリスなどごく少数だけになった。MLB では破格の1500万ドル程度という安さのチーム年俸総額となる。これについては主に球界からは年俸削減と多数の若手有望株の獲得を同時成功させたラリー・ベイエンフェスト GM を評価する声が上がっている。しかし、 メジャーでの実績がほとんどない選手が大半を占める、メンバー構成、そして、どうせ近近移転してしまう、という諦めムードもあり、残っていたファンも大半が愛想をつかし、観客動員はより一層減少してしまった。2006年、監督に、元ニューヨークヤンキースの保守、ジョージ・ラルディが就任。5月末時点では11勝31敗と、 借金20を抱えていたが9月3日には勝率を5割に戻し、最終的には地区4位に終わったものの一時はワイルドカード争いに顔を出すまでの追い上げを見せた。20もの借金を抱えたチームが一時的であれ、勝率5割まで持ち直したのは1899年のルイビル・カーネルズ以来107年ぶりの快挙だった。しかし、ジラルディは オーナーと真夏の試合中に口論し、機嫌を損ねたオーナーに、シーズン終了後に解雇された。2007年オフには、ついに、ミゲル・カブレラ、ドントレル・ウィリスをデトロイト・タイガースに放出。チーム年俸総額の半分弱を占めていた両選手の放出により、年俸総額は約3000万ドルから約1600万ドルまで減り、 タンパベイレーズの約2400万ドルを抜いて年俸総額は MLB 再開となった。2008年、2009年と MLB 再開の年俸総額ながら2年連続で勝ち越し、2009年はシーズン終盤までワイルドカード争いに加わるなど検討を見せたが、あまりにも資金を出ししぶる球団に対して収益分配制度を悪用しているという批判の声が高まり、 2010年1月にはついにメジャーリーグ選手会とコミッショナーのバドセリグに年俸総額の引き上げを約束させられる異例の事態に発展した。2011年、ジャック・マキー王が監督代行に就任。しかし故障者が続出し、4年ぶりの再開に終わった。球団発足から2011年まで使用していたサンライフスタジアムは街外れで不便な上。 風雷雨にさらされやすい気候にもかかわらず、屋根がないため、2011年シーズンは、雨天中止が一番多かった。また、本来アメリカンフットボール用のため、座席の配置、フィールドの使用などを見ても、野球に適した競技場ではなかった。移転の噂が囁ささかれる中、2007年12月18日に、新球場を含めた公共施設の建設計画が承認され、 2月中にも正式契約を結ぶ運びとなった。新球場、マーリンズ・パークは開閉可能な屋根付きで3万7000人収容。建設費用は約5億2500万ドルでマイアミ・オレンジ・ボール跡地に建てられた。当初は2011年シーズンにオープン予定であったが着工の遅れから2012年3月5日に開場した。本拠地の完成に伴い、 球団は2012年より、マイアミ・マーリンズに解消。監督には前年まで、シカゴ・ホワイトソックス監督であったオジー・ギーエンを迎えたほか、2010年の最優秀球園投手、ヒー・スベルや2011年の首位打者、ホセ・レースを獲得するなどの大型補強を行い、新球団名でのシーズンを迎えたが、69勝93敗で、ナショナルリーグ東地区再開に終わり、 ギーエンは解任された。新監督には、球団 OB のマイクレドモンドが就任した。また選手についても、長年チームの主力選手であったファンリー・ラミレス、アニバル・サンチェスがシーズン中にトレードで放出されたほか、11月には、大型補強組だったレース、マーク・バーリー、生え抜きのジョシュ・ジョンソンなど主力5選手を一気に、トロント・ブルージェイズにトレードで放出、同じく、 大型補強組のベルをアリゾナダイヤモンドバックスにトレードで放出するなど、前オフの大型補強から一転、球団史上3回目のファイヤーセールが行われる形となった。この放出劇に対しては、地元住民から裏切りとして大きな反発が起こったほか、メディアからも一斉にオーナーのローリアを非難する声が上がった。また、チームの主砲であるジャンカルロ・スタントンも自身の ツイッターで球団に対する怒りを爆発させている。新球団名2年目の2013年も、ファイアーセールによって、チームが瓦解し、62勝100敗と、ワイルドカード争いは愚か、ナショナルリーグ東地区でも最下位に沈んだ。2014年は、前年度の不振から最下位予想が多かったものの、前年度東北楽天ゴールデンイーグルスに所属し、MLB に復帰した。 ケイシー・マギーは球団史上初となるカムバック賞を受賞。外野手のマーセル・オズナ、クリスチャン・イエリッチがレギュラーに定着するなど若手が検討し、ワイルドカード争いには加われなかったものの、77勝85敗と再会を免れた。2015年、ロサンゼルス・ドジャースから D ・ゴードン、ダン・ヘイレン、ミゲル・ロハスをアンドリュー・ヒーニー、クリス・ハッチャー。 エンリケ・ヘルナンデスとのトレードで獲得。マギーをサンフランシスコジャイアンツにトレードし、ケンドリー・フローレス・ルイス・カスティーヨを獲得。また、ヤンキースから FA の一郎を獲得し、球団史上初の日本人選手が所属。これにより、日本人選手が所属したことのない MLB の球団は、新品切れ数だけになった。2015年5月17日、 編成本部長のマイケル・ヒルは監督のマイク・レドモンドとベンチコーチのロブレアリーの解任を発表し、翌18日に GM のダンジェニングスの監督就任とマイク・ゴフのベンチコーチ就任を発表した。2015年10月29日、編成本部長のマイケル・ヒルはドン・マッティングリーを4年契約で監督に迎え、自らゼネラルマネージャーの職務を兼任することを発表した。 2016年、ボート事故により死去したホセ・フェルナンデスの背番号16をマイアミ・マーリンズに所属していた選手として初の永久欠番に指定することとなった。チームの主力選手で、事故死による永久欠番指定はロベルト・クレメンテ、ドン・ウィルソン、サーマン・マンソンに次いでフェルナンデスは4人目のケースとなった。2017年、 元ニューヨークヤンキースのデレクジーターと実業家のブルース・シャーマンを中心とする投資家グループによって買収され、9月27日の MLB オーナー会議で承認された。10月3日、ジーターが最高経営責任者に就任した。就任当初からチームの年俸総額を削減する方向性が示唆されていたが、シーズンオフに突入すると、ジャンカルロ・スタントン、D ・ゴードン、 マーセル・オズナ、クリスチャン・イエリッチと4人もの主力打者を次々とトレードで放出する球団史上4回目のファイヤーセールを決行した。特にイエリッチの放出は直近のレギュラー外野手が3人全員トレードで放出という異常事態になったこともあり、球団史上最悪のバーゲン、前代未聞の大解体と報道されるほどであった。2018年には98敗。 2019年には105敗と2年連続でリーグワーストの敗戦数を記録した。観客動員も2年続けて81万人台と低迷し、参加エイジャクソンビルの試合より観客数が少ない日もあった。2020年は新型コロナウイルスの感染拡大で、マーリンズは開幕1周目に18人の選手が感染するなど、 苦難のスタートを切ったが、2009年以降10年連続となっていた負け越しを脱出し、9月25日に2003年以来、17年ぶりのプレーオフ進出を決めた。チーム名をマイアミ・マーリンズに解消してからは、初のプレーオフ進出である。くしくもこの日は、マーリンズ不動のエースだったホセ・フェルナンデスが2016年に、ボート事故でこの世を去って、ちょうど4年目であった。 ポストシーズンでは、シカゴカブスと対戦した、ワイルドカードシリーズは2連勝で勝ち抜けるも、アトランタブレーブスと対戦した地区シリーズは3、連敗で敗退した。これまでマーリンズは出場した、ポストシーズン2度とも、ワールドチャンピオンまで勝ち進んでいたため、球団史上初めて、ポストシーズン敗退を経験することとなった。2020年シーズン終了後の11月13日、 契約満了で退団となったマイケル・ヒルの後任として中国系の女性であるキム・アングがゼネラルマネージャーに就任すると発表した。女性が球団のゼネラルマネージャーに就任するのは144年にわたるメジャーリーグベースボール史上初めてのことである。アングはシカゴ大学で公共政策の学士号を取得後1990年に シカゴホワイトソックスでインターンとして働き始め、翌年にはホワイトソックスでフルタイムの職を得た。その後はニューヨークヤンキースやロサンゼルスドジャースで GM 補佐を務め、メジャーリーグベースボール気候副会長である上等に直属の部下として働くなど、アメリカ野球界で30年以上のキャリアを積んでいる。先日のように、球団の創設年は1993年で、 まだ歴史はそれほど長くないが、1997年、2005年、2012年、2017年と、およそ20年間の間に4回もの、ファイアーセールと呼ばれる主力選手の大放出を決行している。下記に主なトレード放出を挙げる。1997年、2005年、2012年、2017年、2018年、2017年は、スタントン、オズナに次ぐ。 本類打数を放った。この他にも2007年にはミゲル・カブレラ、ドントレル・ウィリスという当時の投打それぞれの軸をデトロイト・タイガースへと放出している。上記のように幾度にも及ぶファイヤーセールは決行されるたびに物議を醸すこととなり、1997年のファイヤーセールでは後に2000年の MLB オールスターゲームの 本拠地界再権が剥奪されてしまう原因になった。2005年のファイヤーセールでは、当時のレギュラーの野手人のほとんどがトレードで放出された。2012年のファイヤーセールでは、前年のオフに補強したばかりのレース、バーリー、ベルを在籍わずか1年で、次々とトレード放出する姿勢が投げ売りと批判された。2017年のファイヤーセールでは、 直近のシーズンの本類打王と盗塁王を次々とトレード放出する姿勢などから、球団史上最悪のバーゲン、前代未聞の大解体。これは、チーム再建のためではなく、年俸削減のためのただの売り切りだ。負けることを願ってスライル、敗退行為などと批判を浴びた。マイアミ・マーリンズの歴代監督一覧を参照。2016年9月25日に、ホセ・フェルナンデスが、 ボート事故死したことにより球団は記念碑の建設を発表した。2016年当時のオーナーであるジェフリー・ローリアもフェルナンデスの背番号16を永久決番とする意向を示した。しかしながら2020年現在、マイアミ・マーリンズはまだ背番号16を正式な永久決番とはしていない。失効した永久決番マーリンとは、マカジキのことで、ヘミングウェイの小説。 老人と海で老人が生死をかけて戦った勇猛な魚にちなむ。なお、かつて同盟のマイナーチームが存在した。ありがとうございます。